おはようございます。静岡がんセンターの草原と言います。まあ、タイトルはこう書いてありますけども、うちで行っているあのゲノム解析のやり方及び現状について説明させていただきたいと思います。うちのがんセンターですけども、まあ、静岡って言っても静岡市にあるわけじゃなくて、ゲノムの方には等しい三島市っていう、まあ、普通の人は知らないですけど遺伝研があるところにあります。で、大体がん専門病院で600床、手術件数が約3000から4000ぐらいですぐらいの規模でやっていて、まあ、ここら辺が、ゲノム解析のやってるこの全あの今回の規模のところでゲノム全症例でゲノム解析をやっています。がんセンター単独と、当初から SRL と一緒にやっています。で、2014年の1月からやっていて、まあ、最初3年だったんですけど、なんとなく今4年目に入っています。で、対象としているのは手術最初なので手術症例を対象にしています。で、ある程度、マルチオミックスを想定していたので、あのゲノム、トランスクリプトーム、プロテオム、メタボローンまで解析したのある程度大きい腫瘍を対象としていたので進行がんを対象になります。そのため、大体3000例のオペのうち、うちでは1000例、年間1000例ぐらいが進行がんとなるので、それが対象となっています。で、実際動いているのは、まあ、ずっと普通に全例で動いているのは、全エクソン解析とマイクロアレイが動いています。で、エクソン全エクソン解析と、まあ、一緒にちょっと最初のうちは不安だったのでパネルでコンプリヘンシブキャンサーパネルを使っています。あと融合遺伝子に関しては自分たちで作ったマルチプレックス PCR のシステムを使ってやっています。で、ハイセクがまだちょっと動き始めたばっかりですけども、マイクロアレイで全例エクスプレッションの方を見ています。まあ、この辺はさっき赤木先生が言っていただいた通りなので、まあ、かっこよく言うと近未来のがんゲノム医療のシミュレーションという形で進めている つもりであります。で、こういうのやって病院でやっていくときに、まあ、大体部門でやっていて、大体500名ぐらいの、うちは医療関係が、1000人ぐらいで、いろんな他のメンバー合わせると2000人ぐらいの2000名ぐらいの職員がいるんですけども、そのうち大体500名ぐらいが何らかの形で関与して動いていることになります。で、実際これをやっているところですけども、外科の先生が同意を取って、それは、診療情報管理室というところから、診療情報管理室というところで電子カルテの方に保存されています。で、外科医がこの患者さんはホープに入ろうと思ったときは病理依頼書の方にチェックを入れることによって病理の方に伝わるようになっています。で、ジャームラインも取っているので血液を取るんですけども、血液はオペ室で麻酔科医が取っています。で、看護婦さんが運んでくれて、それを個人情報管理室が定時で採血を定時で回収しています。で、組織の方は、病理医が病理組織を取ってタンクに保存、液体窒素に保存して、それをまた個人情報管理室の方で定時でやっています。まあ、こんな感じで血液の方はちゃんとこう分かるように書いとかないと分かんないので書いて、まあ、保冷庫を入れて冷蔵庫の中にキープして時間で回収をしています。で、病理医の方はこの出たやつをこの病理報告依頼書を見て、あ、この患者さんは組織を取るんだなっていう思いながら取っていくことになります。で、実際どうやって取るかっていうところなんですけど、結構いろいろ考えて、結局間違いないで、一番間違いなくて良さそうなんで色でやることにします。まあ、うちの規模だとだいたい1日5例ぐらいなんで、これだと液体窒素で 1,2,3,4,6 本あるんで、6検体まではカバーできるんで6本で色で検体をしています。結構間違えないように全部こうチューブも用意して、 RNA に関しては RNA レイター入れたチューブと、あと液体窒素用のチューブとか全部入れて間違えないようにして、これで結局色で最終的には病理医の先生が色で管理して個人情報管理室の方で匿名化をしています。まあ、個人情報管理室は、まあ、どこもそうですけど、こうなんか外から入れないようになっている部屋で匿名化をしています。で、やっぱこういうシステム結構動かすと結構大変で、思ったより大変で、これ、問い合わせ件数ですけども、最初のうちはもうほとんど毎日のように問い合わせがあるわけで、月30件なんで、ほとんど毎日のように問い合わせがあって、だんだん減ってきて、大体半年ぐらい経ってからだんだん落ち着いてきています。
ちょっと増えてるのはこれ学会前でドタバタしてるときにまた問い合わせが入るんですけど、まあ、大体半年から1年ぐらいかかって大体落ち着いてきて、1年ぐらい経つと大体スムーズにやってきます。まあ、最初のうちは病理で取り間違いとか、RNA 用液体窒素を入れたりとか、正常と癌部と非癌部を間違えて入ってたりとか、結構いろいろあったんですけども、だんだん半年ぐらいすると大体落ち着いてきています。で、今、報告開示している遺伝子ですけど、まあ、最初もっと少なかったんですけど、今、大体1000個ぐらいの癌関連遺伝子というので報告しています。融合遺伝子が約500。薬物代謝は、次世代シークエンサー、うちのイオンプロトンではっきりと異常が分かるのがもういっぱいあるんですけど、9遺伝子なので今は9遺伝子を返しています。あと遺伝性腫瘍が36、遺伝性がん以外の遺伝性疾患で34返しています。がん以外の遺伝性疾患はほとんど準がん疾患なんですけども、これはまあほとんどアメリカ臨床遺伝学会の言われている遺伝子を返していますし、がんに関してはうちはまあがん専門なのでちょっと多めに返しています。報告書はさっき赤木先生言われたように体細胞と生殖細胞、まあ、薬物代謝は、生殖細胞系列なんですけども、まあ、一応薬物代謝は体細胞と同等の扱いで、事務局の方から、電子カルテの方の特別のフォルダーに入れています。で、生殖細胞系列の変異に関しては全部遺伝カウンセラーが、電子カルテの遺伝外来のフォルダーに入れて、ここは誰も遺伝外来の先生、遺伝カウンセラーと臨床遺伝専門医しか見れないフォルダーに格納することによって、他の人が分からないようにしています。で、実際の症例数ですけども、最初の予定通り大体年間生例で大体3000例を超えてきているところで、今登録が3700で、検査にもあったのが3500ぐらいです。この1割ぐらい減ってるのはやっぱり腫瘍がちっちゃくて検査に回らないとか、手術で登録してたけど、インオペになって回らなかったとか、そういうことが入ってて1割ぐらい減っていますけども、大体年間1000例の、予定で大体3000例ぐらい減ってきてます。で、臓器になりますけども、やっぱ大きな臓器って取りやすいっていうと、どうしても大腸がん、まあ、症例も陰性もあるんですけど大腸がんになってきてるんで、大腸がんが3割になります。だから全体で見るとどうしてもうち大腸がんの遺伝子変異がほとんど代表的な形になってきてしまいますけども、他はまあ肺、まあ、それぞれ大体臓器が全体にわたっていますし、全体では30くらいの30種類ぐらいのがん種が入ってきています。これは全体の変異数を表したものですけども、大体各サンプルあたり100個ぐらい変異があります。これ非同義同義含めてますけども、で、二方、大体二方性がちょっと三方性みたいになりますけども、もう一個高い1000ぐらいのところにもう一個変異起伏があって、まあ、大体、まあ、これ厳密は660ぐらいなんですけども、まあ、500ぐらいを一応ハイパーミューテーターとすると、大体 5% ぐらいの患者さんが後変異、ハイパーミューテーターといわれる特殊なタイプの症例に入ってくることになります。全体で見ると5%ですけども、臓器ごとによって違っていて、これ臓器ごとに並べています。ちょっとこの膵がん低いのは、膵がん細胞の成分が少ないのでエクソン解析では十分取り込まれていないのがあるので、ちょっとこれはあんまり参考程度にしてほしいんですけども、だいたいこう図になってて、だいたい大腸と胃、特に多いのがやっぱり子宮、あと肺一部が非常に多くて、いわゆるハイパーミューテーターと言われる群が多くなっています。で、ざっくり見ると大体ほとんどの検体、全ての検体でそれは変異数は当然あって、大体1検体あたり200くらいあります。で、非同義にすると140ぐらいになってきて、まあ、がん関連っていうと大体1個の検体あたり14個で、まあ、このボーゲルシュタインさんが一番やってた一番少ないと、まあ130個ぐらいの検体数にすると大体4個ぐらいっていう、だんだん減ってくる感じがあるのが全体像になります。で、1300個の上位30個ぐらいの遺伝子見ると、まあ、ちょっとこの大腸がんがうちの場合どうしても 30% で遺伝性変異が多いので引っ張ってきますけれども、 P53、APC、KRAS、まあ、いわゆる有名どころが多く出てくることになりますし、多くはやっぱりまた、まあ、どうしてもミスセンスが多くなってきています。
まあ、これざっくり、簡単に見たいですけど、やっぱりそれなりにも特徴が取れていて、やっぱり一番多いのが P53、 これ臓器別ですけども、 P53 と KRAS っていうのはやっぱり量を起こす中が多くて、まあ、それぞれ脳腫瘍には ID1 が多いとか、大腸がんには APC が多いとか、肺がんは EGFR が多いとか、肝臓がんは β カテニンが多いとか、乳がんには、PIK3CA が多いとか、まあ、それぞれの臓器の特徴的なのはざっとはつかまってきますけども、まあ、なかなかこの先、その先ではどうやっていくかというとなかなか難しくて、今後の解析は非常に難しい状態になっています。で、まあ、一つ、まあ、バイオインマチカムはそうの人はあまりいないんですけど、うちも、まあ、これ今言われて、このボーゲルシュタインさんが言ってたパスウェイという形で考えていくと、変異じゃなくてパスウェイで考えろという形になっています、まあ、こっち側がセルサバイバルって書いてありますけど、主にグロースとアポトーシスで、こっち側分化です。で、ここは DNA メンテナンス、ゲノムメンテナンスと修復酵素が入っているので、だいたい12のパスウェイがこのがん化に関係しているのではないかと言われています。そういう面で見ると、特にこれはちょっと前の古いデータですけど、胃がんなんですけども、胃がんはほとんど遺伝子変異がなくて、だいたい 50% に P53 がある以外はほとんど大した遺伝子変異が、胃がんはあんまり認められませんが、これパスウェイで見ると非常にクロマチンモディフィケーションの変異が多くなってくるのが分かって、まあ、胃がんはどっちかというと遺伝子変異よりもそういうエピジェネティックな変化のによって起きている可能性が強いではないかというのが分かると思います。で、いつもこういうのやってると、まあ、どんなことに役立つのかって言われるんですけども、うちまあ症例、どうしても外科症例やってるんで、大体基本的には取ったら治るのが一番理想なので、ですけどもやっぱり進行がん対応としているので、4分の1から3分の1の患者さんはどうしても再発してされてきます。これは肺がんで見た、でちょうど3年ぐらい経ってきているので、だんだんと再発症例が増えてきているんですけども、これは肺がんの患者さんで、ちょっと前ですけど、大体6例、5% ぐらいの患者さんが肺腺がんで再発してきています。まあ、この変異はさっき、赤木先生お話しされたようにですけども、まあ、多くの EGFR の変異が多くて、その患者さんは3例再発されてますけど、まあ、それは EGFR の阻害薬を使っています。あと2例、こっちの残りの3例も、まあ、P53 しかない患者さんとか、特に明らかなそういう P53 とか EGF とか KRAS がない患者さんもいらっしゃいますけれども、そういう方はまあ代表的な普通の放射線とかそれぞれのプロトコルに乗った治療をされています。で、この患者さんたちのゲノムプロ変異を見ますと、まあ、この症例ではもう P10 の変異があったので、まあ、将来的にまた今度その今の1次治療とか2次治療がうまくいかなかった場合は PI3 カイネスや mTOR の阻害薬という PI3 カイネスパスウェイの阻害薬の治験に入れる可能性がありますし、まあ、この症例2例目は、まあ、こうモディフィケーションが多いんですけども、 ABB2 があったんでチロシンキナーゼの阻害薬というのはまた可能性があります。3例目はNFI っていうのがあったの、これ RAS の反対側の RAS を活性化する変異なので、その下流の MEK インヒビターが将来使えるんじゃないかといって、こういうふうに調べることによって、その今いけないですけども、その将来、新しい治験とか、もし薬がなくなった時に治験に入っていけることができてきて、今だんだんこの今だんだんこういう患者さんが、3分の1が出てきているので、今後こういうデータが活用されるのではないかと思っています。で、融合遺伝子の方ですけども、融合遺伝子は、まあ、コスミック、これは、コスミックで報告されている中から491遺伝子のマルチプレックス PCR を行っています。大体報告されているのは、まあ、ちょっといろいろ差はいくつかありますけども、8割ぐらいは今のところ報告されているやつはカバーしていると思います。で、大体融合遺伝子が、取れたのが 1.6%、まあ、ちょっと前立腺が取ってないんで結構頻度低いですけども、大体 1.6% ぐらいの頻度になっています。まあ、多いのは当然のように BML4ARC という肺がんで有名な融合遺伝子が一番多くて、まあ、その次に多かったのは、まあ、大腸がんによる PTPRK と R スポンジン3というやつの融合遺伝子が多かったです。まあ、こちらは、まあ、薬がありますし、R スポンジンに関しては今アメリカの方では少し治験も始まっていると、R スポンジンに対する抗体治療が始まっているというのもありますけれども、まあ、うちではこの3例とも、再発してないので、まあ、災害のことには再発してないのでやってませんけれども、こういう治療法があります。他は結構ほとんどあんまりたくさんあるのはなくて、ほとんど1例ぐらいしか見つかってきていません。で、これは、まあ、旧遺伝子、先ほど話したように、
うちのシークエンサーで分かる、はっきりと分かるスニップを取っています。これは IGV とか目で確認してやったの、シップかなり繰り返し構造が多いので、なかなかフォールスポジティブが多くて、そういろいろ見てみるとこのぐらいしか分かんないというところで、今はこのぐらいしか返していないんですけども、今後ちょっと違う方法を検討している最中であります。でこういう結果を返すところにおいて、どのぐらいの結果を返すかということですけども、まあ、先ほど言ったちょっと2600年の時ですけども 7% が中心になって 93% は継続していますけども、開示希望の場合はそのうちの3分の2の患者さんが開示希望されています。これはなんか結構多いと思われるみたいですけど、やはり、まあ、がんという特殊性があるのではないかと思いますけども、3分の2の患者さんが開示を希望されています。で、特に生殖解剖の開発は先ほどありましたように認定遺伝カウンセラーがやっています。で、ちょっとやっぱりどうしても遅れてくるので、担当医に結果出た段階で担当医と相談して、担当医がもう一度開示希望を確認してから、がんが遺伝外来の方に来てもらって開示をすることになります。で、やはりそこでもう一回確認をする意味でもう一回採血をして、2つの違う検体で同じ結果が出るかどうかを確認して臨床の方につなげていっています。で、まあ、遺伝性腫瘍いろいろありますけども、やはり一番多いのが、BRCA とこのリンチ症候群の原因遺伝子であるが多かったですね。大体この辺が、で、リンチは大腸がんでは大体 1% 弱ぐらいです。僕乳がんにおいてこの BRCA の変異があったのは大体 2.5% ぐらいであります。他はまあ非常に少なくて、全体ではうちらの結果では 1% の患者さんが遺伝性がんの遺伝子がありました。で、がん以外の遺伝性疾患は大体循環器疾患なんですけども、まあ、がんのために高齢者ということもあり、あまり大きくたくさん頻度はなくて 0.2% で、まあ、LDL 家族性高コレステロール血症の患者さんが2例ぐらいと、左肩心筋症が2例ですけど、重症なのはやはりうちのところがんだと高齢者の病気なので、この段階まで引っかかってこないというのがあり、うちでは 0.2% ということでありました。以上簡単ですけども、うちの現状を報告させていただきました。ご清聴ありがとうございました。